なんか太陽くんイレリアが普通にできてんだろ。なんでよ。マッチングアプリで遊んでた時のさ、女の子たちからめっちゃ連絡来る。何で連絡する気になったのって聞いたら、なんだって。あれ、俺めちゃめちゃうまいプレイしてるって気がしてんだけど、俯瞰で見るとバカほど下手くそで笑おう。やっていきまーす。意外とうまそうでしょ。ライジンだから今配信してんじゃん。ライジンマジ視聴者増えたな。夜カス毎回いるもんなこいつ。夜カスラインみたいなのが存在するんだけどさ、毎回いんだよな。ロル好きすぎる。俺もうしばらく多分でも夜更かす出れねえな。ちょっと俺出れねえわ。10時ぐらいに開始の時行くわ。マジしばらく行けん。あれでも特殊コンテンツだな、本当に二次開催のロルって。二次開催のロルって本当特殊コンテンツすぎて。てかみんな逆によく集まるわ、あれ。すげえよ。羨ましいよ、でも、やっぱり。でも参加したいしね。俺もぶっちゃけ全然参加したいけど。できねえんだよ。早く落ちてくれよ。もういい、もうダイヤモンドマジでいいって、勝てねえって。マジでダイヤモンド勝てないから本当に押してほしい。ちょマジで無理、ぶっちゃけマジで無理。イレリアちょっとこのレート帯普通に強い。太陽くん最近イレリアやってたね。なんか太陽くんイレリア普通にできてんだろ。なんでよ。ゲームセンスがあるって何なんだよ。できるな普通に。でもな、でもな、でもな、太陽くん、太陽くん、太陽くん、いい気にはならないでほしい。やっぱりそのレート帯で戦えるかどうかってことだから。うーん、上がってこない、上がってこないとね、上がってこないとね。太陽くんやっぱりね、操作がどんだけできててもね。太陽くんってイレリア以外何使うの。明かりフィオラ、イレリア。すごすぎ。プールすごすぎ。尖りすぎだろ。テクニカルすぎないか。俺はアニビア、ジリアン、ティーフ。シュンシュンするだけはロルじゃないんでね。俺はそう思いながらずっとやってたんだけど、今ちょっとシュンシュンすることに見せられちゃってさ。オールエディー。あ、そういえばね、最近マッチングアプリで遊んでた時のさ、女の子たちからめっちゃ連絡来る。なんで、何で連絡する気になったのって聞いたら、にゃんたこリスナーなんだって。にゃんたこリスナー、マッチングアプリみんなやってるわ。ガチなやつ。わろた。にゃんたこが新しい事業始めよう。マッチングアプリ始めよう。最近にゃんたこと話してねえよ。何してんだよあの人。チンコしてんだ。じゃあもう本当に界隈ちげえや。マジで界隈ちげえや。パチンコしてんだ。あの人前からしてるよ、その話をすると。なんか話せたの、ゲームをしてたからなんだね、あの人。ゲーム熱がまた来てくれたら話す気があるかもしれないけど、今パチンコ熱なら本当に界隈違いすぎて交わることねえ。動画でずっと前からやってるからな、あの人。そんなに？へえ。アイロニアのためにただ一つの命。無駄にはしない。いいんだって分かんなくて。マリオパーティーだと思ってやりなさい。俺もロルはチュートリアル終わるまでレベル30になるまでに一回アンインストールしてるしね。最初思んないよ。友達と一緒にやりな。うわ、なんかトップレーンいるの違和感あんな。
敵を倒しました。あーあーくっそあーくっそあーくっそあーもう今の俺一から送れ。私にしかできないことがウェーブの位置が だからやる。さんってなんかスキーアートの回数少ない気がする。味方が倒されました。誰も傷つけたりしそう。はぁ頼む上がってくれ。ちょっと反省会したい。今のマジで反省会したい。今の何が足りなかったんだ。今のなんだ。どう強すぎるか。頼むバルピ。あぶんなあぶんなあぶんなマジで。あぶねーすげー。マヌバイトバイセン602だよ。強いよ。うわ、はじけたー。ザックすませんザックめっちゃ強くて、まあドラゴン取ったしな。ザックがやばいか。ザックがやばいか。ザックが尋常じゃないか。はい、ナイス。帰るの。生きろ。いいよ。マルピー逃げて。偉すぎ偉すぎ、それ生きるの偉すぎ。いや、ナイス。オッケー、ナイス。オッケー。敵を倒しました。岩エースですよ。エースナイス。違ったか。イエーイ。岩 OP。 岩 OP マジで14キルのミッドマルファイトマジで初めて見た。なトップのファイト面白いね。でもごっちごちでごっちで面白いわ。トップのファイト面白い、止まんねえな。フリップ
何のクリップ、どこのクリップ、はい、あーだポーション飲んでねえな俺そもそも。頼む上がってくれ。うわーこれひどいな、これひどいな、いやこれひどいな、これね9を順々にミスってる時点で負けが確定してるだろ。頼む上がってくれ。あれ俺めちゃめちゃうまいプレイしてる気がしてるんだけどなんかこう俯瞰で見るとバカほど下手くそで笑おう。これなんか負ける要因を全部引いてるね、これすごくね。 Q ミスってる、 E ミスってる、でその後通常、まあ最後の通常攻撃はもうしても変わんねえレベルでもう終わってる。てか一番最初にファイトするときポーション飲むべき、ポーション飲んだらヘルス150勝ってるからね、あれ150勝ってる。ライジンさんには今度教えてもらおう。あ、教えてもらうのもいいけど今楽しいんだよな単純に。一応気のしたかのも。一応ね、リスナーと一対一で したんだよね。シルバーのリスナー様に負けました。しかも惜しくなかったね。だから今俺のイレリアの適性はシルバー界オアブロンズってことだ。ちょっとトイレ行ってくる。ちょっとトイレ行ってくるね。将来のプロかもしれん。練習アカウント作れば見てなかったけどさすがに釣りだろ。釣りだよな。トフで分からせよう。なぎさ、ゆうやくん、ごめんね。あ、事実言ってごめんな。戻ってこいよ。今すぐこのクリップ消せ。ゆうや元気出して。実はね、えらい。行くぞー。メンタル行ってねえよ。なんだこの流れ。